3月1日水曜日のお昼12時ごろに撮影しています。朝の健康観察を今しようと思います。10時ごろに電気をつけて、餌をここのクイーンエンゼル水槽に、セレクトですね、中粒のセレクト20粒ぐらいかなと、海藻70も20粒ぐらい、流しました。クイーンとね、ケヘリ巾着台が、基本的にはもうバクバクほとんど8割ほど食べて、あとの 1,2 個をホワイトチップ、カンムリニセスズメ、バイカラあたりが食べて、そのセレクトを1個ぐらいは落ちたやつをマンダリンが食べる、海藻70も 2,3 個落ちてきたやつをマンダリンが食べるみたいな感じで、ここの水槽は基本的には順調に行って、今日も行っております。あとは上かな。でここは朝一で、こちらの S サイズの、メガバイトのグリーンですかね、これはグリーンっていうのかな、メガバイトグリーンを、そうですね、何十粒ぐらいかな、30粒ぐらいをこのミニスキマーの中に入れて水中に、出るようにで、基本的にはみんな食べますかね。黄色サンゴハゼが多分メガバイトあたりは食べてはないと思うし、当たらないんですね。あとの子はみんなその辺は食べるので、その後にちょっと5分ぐらいしてからクリルを流して黄色サンゴハゼにも食べてもらえるようにはしています。でこちらの水槽はグレーンゼルがアンモニア亜硝酸で調子を崩して、亡くなったんですけど、ハタタテダイが調子を戻しました。アクトGが効いたのか、白天も一応収まってますかね。なんかもうナイオハギもね、これもうシミみたいなのになっちゃってるのかな。なので基本的には今は経過観察しながら、ご飯もハタタテダイ他みんなよく食べています。サラサボンベも同イオンが抜けてきたこともあって、セレクト海藻セレクトかなも食べるようにはなっています。基本的にはここはもうこれ以上生態を追加せず、もう当分はこのまま行きたいと思います。でこちらが問題の超超合水槽なんですけど、あれからだいぶなくなりましたね。セグロ超超合超半に続き、風来が死に、一店長かな、その次一店長も機能なくなりました。で今苦しんでのがすだれ超超合、もうこっからあまり動かなくてもう4日ぐらい経ちますね。ちょっと背中にリムホーついてるんですけど、白点はもうないですね。あとはもう息が荒い。あとみぞれ蝶々雲もね、これすごく餌今食べてるんですね。海藻70だって10個ぐらい食べるし、ルリアックも海藻70、5個ぐらいは食べるのかな1回で、なんですけど、すごく呼吸が荒くて、みぞれ蝶々雲もしかしたらここの水槽でエラの寄生虫が蔓延しているのかもしれません。亡くなった子がみんなエラ白いので、ただルリヤッコには全然変化が見られず元気よく泳いでおります。ミゾレはたまに下の方で、うずくまる時も見られるかな。餌食べながらでもミゾレがだから淡水浴ね、20分ぐらいしないといけないので、もうこれはもう賭けというか、こんだけ息が荒いのが続くとやっぱりエラの寄生虫なのかな。
なぜかね、本住バケルラーのね、あの店長と一緒に昨日亡くなりました。ちょっとここの水槽は今ちょっと謎を解明できず、今まあどうしようかな。まあ溝江町をね、淡水浴20分とかできたらいいんですけど、どうなんだろうね。まあなくなるんやったら、溝江町がなくなったらもうルリヤッコ出して一回半リセットしようと思います。淡水浴はなしかな。あとこちらの900-450の水槽で今同イオン治療3日目に突入しています。濃度キープはね、非常によくできてて、朝測ってても 0.2ppm は維持できてるので、あの添加量としてはもう問題なくいけてるんですけど、見る限りね、みんな結構エラのスピードとかも全然速くなく、同イオンに対応している感じがあります。ですがやっぱりここの水槽で同イオン治療にすごく弱いキレナガハギが、今朝亡くなりました。多分同イオン治療のせいですね。でもうちのベニゴンベも基本的には同イオンには弱いんですけど、餌を食べています。同イオン治療中でも多分朝の点が 0.2ppm 追加してるので、今の濃度はもう 0.3 以上は基本的にあるんですけど、ナインハゲのね、白い点々もまあまあ取れてるというか、もう全然大丈夫やと思います。大丈夫やね。なのでまあ今日はこの朝の点火と、そうですね、夜どうしようかな。やば、もうこれで基本的にはもう終わりにしたいと思います。朝のですね、点火で今日は終わりにしたいと思います。多分大丈夫だと思いますね。だここの水槽ももう正直新しい生態を追加するっていうのに、まあ、非常に疲れましたので、もうとりあえずはこのまんま3ヶ月とかのスパン生態を追加せずに、なんとかあのまあ安定させたいと思います。でこちらの1250の水槽なんですけど、岩組も少し変えました。まああのまあ おっちゃんとばちゃんに3号の配置の仕方とかも相談してて、まあほんま平でライブロック1個につき1個置こうかなと思ってたんですけど、やっぱり2段積んだ方がいいっていう話に行き着いて、組んでみて、結構ね、この辺の隙間とか、この辺の隙間とか、どうでしょうね。あとはどこの隙間かな、ここの隙間とかも入るか。結構ね、隙間隙間に、トランペットを挟めそう。で、このトップもね、ちょっとくぼんでるので、流れ花サンゴとかも、ポコッと置けるんですね。こういう組み方にして、真ん中に集めていこうかなと思っています、ライブロックを。そして、まあ、サンゴ、まあ、トランペットがマリンブルーさんで、いいのがいけるので、まあ、来週月曜日売れてなかったら買いに行こうかなと思って、もう、当分は、お魚の方は、ちょっと控えようと思います。もう基本的にはちょっと新しい生態とかを入れすぎて、もうすごく安定していなくなってるので、やっぱり何ヶ月か安定するまではこのまんま行きたいと思います。まあもう入れたとしても多分ここの水槽なんですけど、まあとりあえず1回は半リセットした方が良さそうなので、まあ多分しようとはまあしようかなとは考えています。まあ基本的にはこんな感じかな。まあここはセレクトですね。あとはいけるかな。そんな感じです。